レレ、ウレレといえばマイクということで、今日はウレレを持ってまいりました。私たちの年代の人は多分ウレレと聞いたらもう一つなんか連想するものがあるのではないかというふうに思いますが、どうですかね。アキシン、そう待ってましたということで、昔懐かしい牧伸二の漫談を一つ二つやってみたいと思います。今円高でね、もう今日も78円台で、ちょっと円高の話題を一つやってみたいと思います。円高、円高と言うけれど、円高で損をしたも人もいる、円高で得をした人もいる、円高悪いんだかわからない。Thank you.